こんにちは。今日は、マジカルハット by 村坪。村坪さんは、パトリックスパラボックスのカスタムステージを、えらい高、なんていうの?えらい高品質で大量生産してる変態ですね。怖いから近寄らないようにしましょう。今回のゲームは、セクションが7個、合計42レベル。まあ、なるほど。ちょっと待って、音がでかいか。はい。これ引っかかるようになってんのね。持ってけないからなんか落とす必要がある。今の仕組みがレベル2で来るのやばすぎないですか?なんか、バグ技のような挙動があったね。ここの、これの意味がわかんないな。この棒。これ何なんだろう?別にそこにぶつかったから消えますとかっていう感じではないんだよな。謎。持ち上げるためにはここを使うんだけど、別に重力で落下するわけではないから、かかっちゃうのね。入りながら下に下がることができないから、ここには引っ掛けるものがまだ欲しかったよね。壁にぶつかると、あー、そういうことね。引っ掛かるけど消えないような場所なんだか、それどういうこと。下下がれない。下がれないのはこういうものが当たってるからで、削ると下がれるけど、この物体を下に下ろすことができなくなりそうだ。って感じだね。自分が中に入ったまんま。これはこうは削れない。削れるのは本当に壁にぶつかったとき。これも削れない。削れないから下げられない。上げ下げができないんだよね。ここは下げることができる。下げることができてぶつからない。あれやな、ぶつかるぶつからないが多少わかりにくいところはあるね。ここ入れないんだよね、今。だからこう、例を壊さないといけなかったんだけど、下に入れないのでこうじゃない。ここで潰しといて、入る。いやー、これわかるかな?わかるかなっていうのは、これを活用した挙動を私ができるかなっていう意味だね。まあ、やってればなれるか。これ右、これ必ず左か右のどっちかを折らないといけなそうで。右が折れると、こうなる。そうなると、こうなり、下に下げるためには、いや、右を落としてはいけなかったのでは、という感じがしますか。落とすのであれば、え?落とすね、あ、右を残して左を落とすんだね。だけど、左を蹴りたければ、ここでこっちに落とすが正解なんだね。
なるほど。セクション2、バー、箱。これもゴールに持っていく物体だと思われる。左右が対称ではない。この物体もここで、あ、そっか、そうなるか。そうだね。これは入るんだっていうのがいこう。これは入るんだなんだね。ここはブロックに対して貫通できる。なんでかっていうと、その外側の ここの色のちょっと濃いラインの部分は別にセーフだよねって言ってるからなんだよね。らしいっす。なのでこっち側これを使えば落とせない。なんか間違えたね。いや、この状態でこれ落とせるから、落とせるらしいよ。終わったが、なんかそんなのを使うんじゃないかなと思ったんやけどな。左側は箱でも持っていける。だからここで箱を外せればなと思ったんですよね。まあ無理か。まあ箱がどっちに行きますかの問題で、箱が右側で入ることって可能ですかっていうのがまず出てくるでしょ。で、それをやるにはなんかできなそうだよねという話ですわ。箱は左で、帽子を下に持ってきたいよね。帽子を下に持ってくのなんでそんな難しがってんだろうね。それはこれを下げれば良いという話で、まだやっぱ慣れてない感じがしますね。そうだよなっていう。なんだろう、これ引っ掛ける場所がすごい短いからなのかな。この帽子のこのつばの部分が、この辺が分かりにくいのかもしれないな。なんかプレイヤーと重なることもあるし、持ち上げることもあるしなんだね。どうすればいいかというと難しいよね。なんかプレイヤーの形を人じゃない形にするとかになっちゃうから、それが本当に解決策かというと難しい問題。下に持ってきたいのはハットだから、箱をどかしたいよねっていう話です。これ一段下げときたかったのかな。下げて、ずらして、上げられない。ここに、ああ、そうだ、ここぶつかってるからだ。これを下げちゃったら上げられないね。左も右も削っておくが一番無難だった。でもそれをすると、下にそれ以上下げるよねってことができなくなりそうな気配がするよ。こうなってる物体が、あともう移動することはない。こうなった物体はもう上げられない。あの物体を下げてくることもできない。大体全部やった。この箱は下に落としたらもうこれ以上いかないわけだよね。全体をもう一段ずつ上でやりたい感じがするけど。
落ちた時にでもここ入ると入れないよねなんですよね。あのあいつ終わっちゃうからこれで終わりになっちゃう。むずいね。箱は上に上げたいけど、左と右も両方壊しちゃうとアウト。どっちかは残しておきたいよねっていう状態で、だけど、箱を上に上げたいよね。箱を上に上げたいよね。これを下げられないのが、なんか、どうなんだろうって感じがしますけど。まあでも下がんないもんね。自分が入らなくても下げちゃダメ。ここでこれを下げられれば全然ここから先は全部うまくいくだろうな。まあできないんですけど、あこう、いや違うって、この状態から左側を壊す方法はないもんな。あと上に上げる方法もないもんな。手がない。箱を上に持ってきたいんだから帽子が邪魔ですよと。帽子をどかしたいんですよね。帽子がどかされた状態でこれを上げるんだけど、上げた後で帽子だけは下に来てほしいですよねって言ってるんですよね。何を言っとるんだ。いやそうなんですよ。なんだけど、2箇所入っちゃってると、まあそもそも箱を上に持っていけない。横幅3ですからね、あの帽子は。だから、まあどっちかを削るんだけど、右を削ると、あ、ちょっと待ってよ。ここで下げてるからおかしくなってんじゃない？いや、そんなことないか。この動き方はやってなかったわ。これが見つかんなかったのはなぜかというと、いや、これが見つかんなかったのは自分の、ああ、だ、ここで下がっちゃってるからだよ。ここで下がるが優先されちゃってるから、なんかもうこれ以外ないと思ってたんだ。まだ慣れてない。まだ慣れてないとしか言えないな、これは。はい。だから、下ろして壊す。これは、これは何？これは、ああ、これの右側を壊さないといけないのね。ハットも上げられる。上げられる。上げられるけど、ハットそのものでは持っていけないから、まあ、左はどうでもよくて、ああ、そうか、これ下がんないのか。この物体がこっちにある状態で潰したいんだけど、これをしちゃうと、このハットを下げる方法がないよね、ということで、左側を壊さずにこれをやりましょうが、今回の課題だったというのがわかる。本当かな？こう持ってきて、
こいつの力で潰すことができちゃったな今。上に上げ、ね、上に上げて、消して、上げ、下がるには入るんじゃなくて、下げる。で、これを右に持ってって、あれを下げてだから、これを上に持ってって、違うね。入りながらでいいね。で、これをもう動かして、これをずらして、入る。いや、これは下がらないから初手でやれることがない。左を壊す、左が通れる、あと下げられる。で、黄色いやつをどかしてゴールしたいんだけどなーなんですよね。でもゴールするためには帽子を下に下げられる。だから右側はもう壊すことができなくなっている。では2マスあって2マスをこれが通れればよい。下がらないのか。なんか自分はこれ入りながら下に下がれるよねってどうしても直感的に思っちゃうんだよな。そこの直感が抜けないとかなりまだ、あ、でもこれ下げらんないじゃん。箱を使って下げればいいかない？これも上げられるんですよね。でもやりたいことは、これを上げたときに、あいつが下にいること？はい、ここで？違うか。これハットもここに持ってこれば良さそうだな。右側に対して引っかかりがあるままのハットを一緒に持ってきたい感じ。左側の引っかかりがないと持ってこれないか。で上に上げ、持ってきて、下げたいんでしょ。だからこれを上に上げて突っかけて下げる。いいね。面白い。面白い。ステージ3。ここで新しいギミックみたいなものがまた出てくるのかしら。上のあの箱はいらない。帽子が？これ帽子に箱を入れたいは出てくるかな。さっきまでやらなかったのも不思議だけどね、それ。無理か。いや、無理ではないよ。ただ、できるけど。できるけど、出せないよね。で、終わりじゃない？これは。消えるんだ。いやー、まあ、マジカルハットだもんな。なるよな、そのぐらい。ゴール2箇所。ハットと左側が普通の石だね。右側にある2つを食いたいかかな。で、上に持ち上げることができるなら別にそれ以降はどうなってても良い感じもするが、こんな簡単に潰していいものではないよな。でもつある場合はこっち側からだったらこれが食える。で下ろせる。これが食える。入れるけど入れないので、それを食う時にはすでに左側も解除してないといけない。こうなってこうなってこうなる。
慣れてきた。慣れてきてない。なんだよこれ。まあそれだけできればいいのかなというふうに見えますが、というかそれしかできなそうですけど、そうじゃねえだろっていう感じなのかなこれ。なんか変なこと言ってない？ここまでしか入らないらしい。なんでだ？なんでだ？これ以上今入れられないらしい。どういうこと？どういうこと？1、2、3。これなんか入れてる途中でなんか表示変わってたりするのかな。特にないか。なんかわかんないけど3個ルールみたいなものがあるらしい。それはあれですか、一旦自分が入り直せばリセットとかなのかな。か本当にただただ上限ですよって言ってるだけなのかな。詳細は不明。これでも登りたいんだったらどっちかを削ってから来るべしだった。1、2、3。1、2、3、5。入った。本当に合ってんのかな。これもう一個食べられないとダメっぽいくない？次ずらせばいい。3個しか食えないよっていうルールがあるっぽい。なんだそれ。なんでそんなルールを設けた？箱ごとになんかカウンター的なものを持ってるんですよね。箱じゃなくてハット、ハット側にカウンターを作っておいて、上限3で終わり。このステージはゴールできればよいから、ゴール前のあれを下ろせばいいから、左側の縁を壊さないように進みたいよね。で、事前にここをなんかいろいろできるですというのがあって、まあよくわかんないんですけど。下から上に上げるをひたすらやるんだよね。ああ、崩れないじゃん。ここで壊せるけど、壊せて、ん？下がって、ここで差し込んで、違くね？いや、ここから下げないといけないんだ。ああ、壊すべきではなかったじゃん。ほんとか？これ壊さないと突っかかるよね。なんだこれ。あの箱を下に下げたいから左側の引っ掛けは絶対必要だと思ってたけど、左側が引っかかっても、ああだから そういうことね。3個食わせてこのハットそのものを下に寄せる素材にしろっていう意味でした。だから、右、ハットの両端は壊せないから、ハットは横長3あると思っていて、そこに対して、継ぎ込むっていう感じで、箱をどんどん食わせられればいい。箱は押すと食うだったらどっちが優先されるんだ？あと、これどうやって食えばいいんだ？こっから上に上げたときに、食えないね。
食えないけど持ち上げることができる？すげえ複雑なことやらせてる。そうすると、だから、これを下ろしてもここはもう引っかかりがないから左には持っていけないんだね。これを上に上げるところまで回ってて、ただこの場所であれを食わせたいから、帽子をここに置いときたいよねっていうのをどうやるか。これを下げるとあいつも下がるので、帽子をここで下に下げたいよねは実行不可能かな。帽子よりも下のエリアに持ってっちゃった箱はもう上に持っていけないから、この箱はこれ以上下には下げられなさそう。あと右にも持っていけなさそう。なので、この箱はどうしたってそこの下に必要っぽいんだが、この箱を、自分が中に入ればよくね。違う。これをもう一つ左に押すことができない。右側を折っちゃダメだよねっていうのはさっき言ってた通りで。右側折っていいよ。だって、折る代わりに埋めるんだもん。右側折っていいよなんだけど、残りもここで食えて、食えるってことは、自分が入れるようなスッティングにして、これでもう押せるから、ダメだね。これ、最後に食べさせるのは今じゃないね。まだここは移動可能な状態じゃないといけない。ここまだ入って、下ろせて、ここに引っ掛けまで来てからもう一個食わす。そうすると、ここは食って、ここで降りる。いいステージですね。4。縦長の物体が食えるらしい。まあ、食えるだろうね。これを1とカウントするか2とカウントするか。まあ、2でしょ。食わないといけない理由ある？食わないと向こうに行けない、上を通らないと上に行けないから。そう、マジで？そうやって動くんだったら、なんか、あれ？なんかやばい動き方してんね。食ってないな、これ。食ってない扱いになってんのやばすぎない？合体は、マジで全部食い切るまでカウントされないし、マジで全部食い切った時に、カウンター2じゃなくて1の可能性もあるから、何もわからん。何もわからんというのが答え。このステージは真ん中を食わせたいやつ。まず M っていうこのパーツを、持ってくためには、ここを食わせないと持ってけないかなという感じがしますので、そこを食わせて下に下げるためには、左側は折らないとダメかな。さすがに。左側折って、これ入んないじゃん。ここの右側に自分がいないとダメだった。右側も折ったら、どうなるだろうね。いや、ダメでしょ。折ったら、やっぱり、取り戻し、なんだ？取り戻せないから。多分折るべきではなかったんだろうな。しかし、そうなると、
じゃあ左側を残すと今度は食えないが多分濃厚じゃない。ああ、そうですね。食えないよね。左側は折る。右側は折らない。入れるスペースがあってぐるっと回ってくる。で、今度はこれを取り出して、真ん中に持ってきたいんだよな。真ん中に持ってくれば、右側を折らないといけねえ。右側を折る。ずらす真ん中、上、ずらす下。おもろ。次。4の3?今。どのぐらいいってんの?1ステージ、4とか5とか、まだ半分もいってないね。6と7が、ステージ10まであるから。1、2、3、4、5、6。これは帽子関係なく、詰め込めればいいかな。というか、いや、帽子ごと、L 字に帽子ごと突っ込んで、帽子の端っこなくして、押し込めれば勝ちいいかなっていう。あ、違うか。押し込んだ後に取り出せないといけないから、この一箇所だけ、あいつに食わせて、ちょっと上に運べて、だけどこうなって、ここが戻らないから、食ってこっちに持ってきたときに、ここにあるものを吐き出させたいんだけど、それを吐き出せるよねっていうような動き方ができるパーツが存在しないから、じゃあ食わせちゃいけないんじゃねってなるんだけど、食わせちゃいけないんじゃねなわけがなくないっていう。ここが帽子で、こうとこうっていう可能性もゼロではないけど、まあ下がやっぱ無理だよなってなるよね。多分ね。だからまあこれが ここで、なんかどうにかして これを食べるんだけど、ああでもそれはあれか。この部分をこいつが食べると、こうでしょ。もう一個食べないとこれはいかないから、やっぱこうなんだよね。このパーツとここに帽子なんですよね。で、ここにある帽子を取り出せないから、1ピース足りなくなってるよねが、今頭の中で考えてることで、す。取ろうと思ったら自分が最初からここに入ってることかな。でもそれは、いや、変だよね。帽子がここにあるんだから。帽子の中に自分が入ってて、しかもその中にあいつを突っ込むってことは可能か?できないな。帽子用に入りながら上に上げることができないからだ。自分が入った時は左右移動しかできない。ん?頭の中で考えた結果、不可能という結論。だが。これ下げらんない。そもそも入り口でつまずいてるやん。ここが何もできない。押すよりも潰れる方が先。本体だけは押せる。こうなるともう、スタートは何なんだ?これを下に
下げたい？いや、下げるパーツもないけど。下げてもダメだしね。え、何ができるのこれ。この後何もできないのに。これは右側を削れるけど、右じゃない側は削れない。これが最初だな。右だけ削って、で、ここが俺はあんまわかんないんだよな。こうしたところで、こうしたところでやね。これの復活方法はマジでわからん。帽子から吐き出すには帽子が動かなくて上のパーツだけ上に持っていけるなんですよね。だけど、この形だと帽子のつばがあるからあれごと上に持ってっちゃうし、いや、でもそういうことか。ここで、これはめ、ここの出っ張ってる部分を削れば、これでも、持ってけ、そうなるんだ。これをどかしないといけなかったやん。これをどかさんといかんかったやんで無理じゃんね。そうだ。え、いや、ん？いや、そうだ。いいね。この一マスにめちゃくちゃ意味があるなんて誰も思わないよね。いや、これすごいよくできてるよね。ここがさ、最初のこいつの出っ張りの存在として意味があったんだけど、じゃなくてこいつの格納場所としてのも意味がある。この空間が二重で意味を持ってるっていうところがものすごく美しいですよね。このゲーム長いから、まあ、前半後半に分けるかなっていう感じだね。5の4までいけたら一旦区切りにしたいけど、3個なんだけど、物を持ってくるにはあいつらはでかい。食べると腹いっぱいなんだよな、これ。こっちだと食っちゃうけど、こっちだとダメだ。完全に食べきると、もう戻らない。下に下げると、戻せる。特に手がない。上に上げると食っちゃう、食っちゃうで終わり。
上に上げたくないよねっていう仕組みを作る。いや、そんなこともなくない？これさ、最終的にどうやって戻せばいいんだろうね。帽子を完全に下に下ろして、帽子を完全に下に下ろせたとして、ちょっとこうなるよねと。まあ入れないんだけど、ちょっとこれがどかせるから、まあ先に進めることができるかなぐらいですかね。これ以上食うと食い切っちゃうね。まだ全然ゴールまでどうやってつながるのかよくわからん。全体を下げたいよなっていうのがここで出てくるの。この物体はこれ以上下げることはできないしな。ゴール前ようわからん状態ですね、今。何をしたらあんたゴールになるのっていう。それわからん。それは全然わからん。そこにあれがあって、この場所で下に下げることができないわけですから。こいつを全部食べきったところで同じ結果になるよね。ここのこの3の内訳がわからないよ。このパーツを持ってこれますかだとノーなんですよね。下げられないから。下げられるならいいな。下げられるってことは、ああ、ここに引っ掛けが残ってれば勝てたとかいう話？え、それなのかな？ここのこいつを残すためになんか、いろいろ宿泊性っていうステージだったのかな、これ。でも途中で消すに至る何らかの決断が発生してたはずなんだよな。無意味に消すわけないから。この辺で多分、どっちかを削ろうねっていう結論になってたんだよね。ああ、ここでか。ここで右か左どっちかしか削れないよねってなった時に、削れたのが、いや、そんなことない。今、右を残そうって話だったから、こっちを削ることになるわね。この状態から何ができるか、次。この物体を持っていくことはでき。違う。持っていくことはできて、で、これを上に上げて、これを下げると、いや、これ下がんないんだ。そうだ。だから下げるために、あいつを食べに行けってことね。やっとわかった。ここまで来て、やっとゴールの道筋がわかるんだよな。
4の5。いや、4の5で今日はやめようか。うん、4の5で一旦区切りだから、ここまでにしましょう。初手で削る必要は別にないが、上に上げちゃったものは下げらんないけど、上に上げないといけないというか、上に上げてはいけないよね。左か右かどっちかを削ればいいよね。右に向かって、これわからん。やってみないとわかんない。下げる。ずれる。入れる。ずれる。下げる。内側に入れてこれを持ってけないといけないのが出てくる？ここは、ここが死のポイント？まあ、奥まで入れるんだったら自分は外側から来るでも別に。これで必然的に片方失われた。下げる。食って上げられない。マジか。こっちを下げたら、内側に自分が入ってないとダメだ。じゃあ左側を削ったのがまずかったのかなっていう感じ。これで外側からこれを持ち上げたいんだったら絶対でもな、だったら内側から取り出すときに右側を削って持ち上げることがお前できるんかいっていう話だよな。これ最初から内側に入ってる前提で、いやダメだ、ダメ、これ入れてからずらせられないのか？これを下げたいなと思ったね。下げてずらせば、あの子も一緒にずれるんやが、こうね。それを内側でやりたいよなっていう話になるよな、これだと。なんとか先端だけでもいいから食ってくんないかな。まだ両方を残すべきなのか。なんか普通にそれやってなかったな。両方を残すってやつ。両方残すよな、こんなもん。残すに決まってるだろ。これでこっちに来て、違う、何すんだっけ？え？何すんだっけ？やりたいこと分かってないぞ。帽子だけ中に入れて、じゃあ上がったら下がんないだろうな。ん？やりたいことがわかんない。帽子は上に行っちゃダメでしょ？内側をくぐらせるしかないでしょ？内側をくぐりたいんだから、一旦全外ししてから。ここがわかればわかるよ。こっから何したいかだよね。この状態で、ん？なんかそれ変。どうなってんだ？上から下に押しても落ちないよねってことになっ、ん、そうか、食うか。そうだよね。下に下げても食うか。そうだよね。3しか食わないんだから、これ食い切っても持ち上げられるんですよね。今更？それはでも使わないでしょう。え？何に悩んでんだ？帽子が下に下がる。そしたら、今ここに入れないのに悩んでる？
が入るためには、この状態でこうやって入ることができるけどな。そうするとこうな、関係ないか。関係ない関係ない。あれ今やりたいことは、帽子を左に持ってきて、だけど上がる方法で、左髪をやっぱり失うことになるんですが、どっちを失わせたいかが読めてないだけで、なんか、あんまり発展はしないよ。行動に。こうしたんだったらこれを、上げて、下ろして、だから、違う違う。下ろして、取り出して、ああ、で、ここでは、ここでここに入れないよねが問題だったんだね。入れないよ。入れないよなのか？入れないよ。帽子はこの場所にいないと自分は右側から戻ってくることはできない。で、なんか普通にできたな。普通にできると何が悩んでたのか分かんないのが一番怖い。なんか悩んでる時間より早くね、解いてる時間の方が。その日もある。じゃあ今日はここまでにしましょう。次回セクション5からです。